日本航空の中原太九州山口地区支社長と篠崎宇部市長が協定書に署名しました。日本航空グループでは働き方の多様化に対応するためチャットによるお問い合わせなどを担当する事業所を先月宇部市に設立しました。東京、大阪、福岡に次ぐ4つ目の拠点ですが、地方都市としては初めて。宇部市の事業所では在宅テレワークが基本となります。それぞれのライフスタイルに合った形で仕事をしていただけるというふうに思っています。きっとこれがですね、成功するんじゃないかというふうに大変期待をいたしております。市はサテライトオフィスの設置や採用を支援しています。すでに子育て中の主婦などを中心に19人が採用されていて、最終的に30人程度が雇用される予定です。